みなさんおはようございます、アリペイと。みなさんこんにちは、フルーン奏者のアグアホリめぐみです。と、上杉さよです。上杉さんで、前回強豪校、うちの学校が一番〇〇だ、アリペイの楽屋で、今日は〇〇だってことなんですけど、オーディションとかありました？あった。あった。定期的に？いや、そのコンクール前とかに、まあ、コンクールメンバーか、マチームのメンバーか。私の時はなかったです。え、ちょっと待って、コンクールメンバーとマーチングメンバーでもどっちかしか出れないと。あ、そうです。コンメン、パリコンみたい。私もなんで朝日の大会と中日の大会、あのマーチングないもん、ね、マーチングやってなかったんで。うちの学校オーディションなかった。なく、あ、マーチングはあったけど、吹奏楽はオーディションっていうのはなかったです。まあでもなんかまあ、大体決まってんですけどね。前パート公平に、一応公平にオーディションの、まあ、オープンじゃなかった、先生に対する。なるほどなるほど。え、ちょっと光はあるんじゃないの、あのオーディション、ここからここまでを練習してこい。ああ、オーディションじゃないんですけど、普段の練習から先生の部屋に、例えば自分でこの F ドアを練習したら F ドアを見せに行くっていう個人練習とかを毎回レッスンしてもらえるみたいな。それはなんかスタンプみたいにもらえる。あ、コンクールの曲は1小節目から5小節目、A から B とかっていう、こういう表があって、見てもらったらこうやって何月何日に見ましたよっていうのをこうやって書いていくシステムなんですけど、こまごま見せていくみたいなシステム。あ、そうです。なので曲じゃなくてもエチュードですとか。へー、先生がそこまでちゃんと見てる。そう、1対1でっていう意味では、日々オーディションみたいな感じ。うん、じゃないですかね。そう考えると、だから来てないやつはなんで来ないんだみたいな。でも、まあ、100人はいなかったんですけど、90人ぐらいが1人の先生のところにこうやって順番に名前を書いて、1人ずつ5分とかしてくので、まあ、全員見れる時もあれば見れない時もあるんで、してましたけど、うちの学校割と個人練習いっぱいしなさいみたいな。あとなんか先輩のレッスン行けみたいな。そうそうそう、先輩が個人練習してる時にレッスンしてもらってもいいですかって後輩が言いに行って、いいよってなって、なんか2人で練習してここをもらってありがとうございましたみたいな感じ。へえ、そんなんなかった。厳しかった、上下で。厳しかった。多分普通より緩かったかもしれない。私めっちゃ緩かった。へえ、厳しかったです。お泊まり会とかしてました。仲良し。そんなん多分できない。だってうち寮やから、うん、あ、そうですね。まあ仲良い、寮やからね、仲良くなった。え、もうなんか敬語は、うん、でもそれは絶対だけど、うん、もうなんかビビりすぎて、もうわけわかんない敬語で、でもありあるよね、うん、よく私もなってた。天井に丁寧語を重ねた、そうそう、何語みたいな。なんとかなんとかなんですが、なんとかなんとかをさせていただいてもよろしいでしょうかみたいな。とりあえず敬語かぶせとけみたいな感じで、あのアリペイ先輩って言っちゃダメで、なんかあのって何みたいな感じがあって、それは怖い。アリペイ先輩、もう要点早い、短めに喋ってみたいな。怖い。うん、っていう先輩も言ったし。あ、でもそれで言うと関西から来てる子とかいっぱいいて、うん、その寮生とかで、うん、関西弁の敬語ってあのねって敬語なんですよ。普段関西人ってあんな、あ、友達とはあんな、昨日こういうことがあってなって喋るんやけど、あのねって関西の中では敬語の部類に入ってると思っていて、関西の学校から来た時に、で、先輩あのねって敬語のつもりで言ってたら、あのねは敬語じゃないから、うん、って言われた時はブローンってなった。なるほど。でもその関西の子同士では、先輩あのね昨日ねこういうことがあってね、全部もうこれ敬語のつもりで、文化の違い。あとなんかメールも絵文字とか使っちゃダメみたいな。先輩に対するメールは白黒丸点以上みたいな。それが大学になってから受けなくて、先輩への距離感の詰め方にはちょっとなんか、めちゃめちゃ仲良かった。もう全然できなかった。先生より先輩みたいなとこちょっとありました。あ、うん、あ、先輩の方が上みたいな、うん、先輩がやる一挙手一投足常にこう練習しながら見てて、メトロノームが欲しそうだったらすぐに巻きてみたいな。なんか個人練習が多いから、うん、そういうこともないの。だってみんな各自でメトロノーム持ってるし、パート練習してて、メトロノーム止まりました、そしたらまあ後輩が巻きに行くけど、そう、それも争奪性だったみたいな、止まったみたいな。ああ、そうだ、パーティーって、そうそう、パート練習とか、なんかトランペットパートって、これあるあるかもしれないんですけど、合奏でバテるじゃん。で、合奏でバテないようにするために、パート練習の
時間、まあ、メンバーの子たちがいるけど、うん、やり込むと部活動でバテてると怒られるから、あ、体力配分が大事だから、そう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 、だからパート練習をするとしたら歌う、うん、頭から最後までメトロノームに合わせてちゃんとした音程で歌うっていう練習はしたけど、そんなのがありました。あ、パート練習の時の暗黙のルールは、割と真面目にパート練習やってるけど、3年生の先輩とかがちょっと世間話挟んできたりとかして、それがどんなに面白いことでも後輩は笑っちゃいけない。え、そうなんだ。笑っちゃいけない。それなんか笑かしに来るような先輩とか笑かしもいたりするんだけど、でも基本的にそういう先輩同士の会話に後輩はもう気配を消すみたいな。面白いと思って。そう、笑っちゃいけないけど、まあ、今は多分そんなことないですけど、私らの時代は割とそうで、で、まあ、かといって笑ったでしょって怒られることはもう当時はなかったけど、多分私らよりもっと上の代はそんな感じだった。男子校だったってこと？もともと男子校。中学校は割とそういう感じだった。中学校はめちゃめちゃ厳しかった。全然なく普通にやってましたね。なんかいい感じだよね。じゃあその、まあ、強豪あるあるで、いろんなところから、うちだったら関西から来たりとかあったけど、遠いところとか全然近場でしたよ。私の時もそうですね。近場全員近場でした、うん、その、まあ、東海3県、岐阜、三重、愛知、うちの学校新幹線通学とか。すごいですね。寮に住むのと新幹線通学するのと、うん、なんか生活費とか寮費とか全部考えると、うん、まあ、同じぐらいだったら家から通うっていう子がいた。私の学校多分今は分かんないですけど、当時は本当愛知県内で収まってた気がします。でも愛知県内ちょっと2時間とかかかる子って三河って感じだよね。その名古屋とかは名電来る感じ。岐阜も名電行くもんね。そうそうそう、あんまり県外で光が合うからね。あんまり、まあ、じゃあ女子校だしね。あ、まあそうですね。え、じゃあ岐阜から来てるってことはその子はめちゃめちゃ遠いんで。遠いけど、でも岐阜って大垣とかでももう名古屋まで30分電車で、自分の住んでる地域から最速で来れる時間帯にはいろみたいな。アリペイの楽屋